高橋みなみです。私は振り返ると中学生の時に仲のいい友達にこう無視されて学校に行くのが苦しくなった時期がありました。なかなか自分の中でそんなにきついなら行かなければいいっていうのは思えなかったんですよね。まあ、この時期まさにお子さんからの SOS のサインが出てくるかもしれません。ぜひ親御さんにはですね、そのサインを感じ取ってもらいたいですし、今苦しい思いをしているみんなには行かなくてもいいっていう選択肢もあるんだというふうに思っていてほしいなと思います。